だけど少ない。食べ方が朝はいつもカゴに入れるとすぐに食べるんですけど、なんかもういやいや食べとるみたいな感じ。で終了、あの好きなカナリアシードをあの目の前に出してもあんま食べようとしないとか朝ね、うん、で昼中はまあ食べてはおったし、今もなんかこの中で食べてました。はい、でちょっと3、4回泣きました。で今ちょっとあれを忘れちゃったんでね、あのヘッドワークを買って実家で、ああ健康チェック、でちょっと今ここに行ってます。足がちょっと高さが足りないね。そうですか。19、今日朝一19なかったですね。そう、朝一ですよね。朝一18.8とか7とか、これだけ入ってんのよね。入ってますね。でもパンパンではないですよ。20%、30% ぐらい入ってる。だから少ないんで、でこう思った時に足のあったかさが足りない。そっか、ちょっとどっちがいいかな。ちょっとイサロの蓋開けてみます。それ持ってきてます。あのね、持ってきてるんだけど。あ、持って行っちゃった。持って行っちゃった。そういうことね。で今日はあの一応クロちゃん出す。予定です。クロちゃんね、ちょっともう一回退院した方がいいかもね。これ退院した花はもうちょっと調子良かったんですよね。うん、そうです、ね、ちょっと外して、どうしようね、クロちゃん退院した日はそのやっぱりもう一回家帰ってすぐ、夜はだいたいくちばしの喉とかさ、目の前の色もさ、もう一つだしさ、昨日は、まあ、昨日でも先に ICU 入れちゃってたからね、今日まだ ICU 入れる前だからかもしれないけど、にしてもちょっと足が冷たい。だから停滞の、この子たちで足冷たいのはいかんのだよね。だから食べてはいるんですね、その鬼は30%ぐらい入ってるから、でもやっぱり足り、おっしゃる通り足りてないんですよ。ごめんね。はい、すみません。あとはカゴの中でね。いや、1回の栄養補助だけで立ち直れば、それはそれでその方がいいんですけど、またあの今日も栄養補助しますけど、そんな1回では多分足りてないような気がするから、はい、はい、じゃあ足を入れて、はい、でちょっと流動食作りますんでね、できたらまた、はいはい、で、